コラボ企画第4弾は中村徹さん、千葉雄大さんたち帝光不動産の主要キャストが大集合。イエール女の逆襲ザ・ダンカイ。不動産とダンさんが MC となり、ドラマの裏側から人気俳優たちの私生活まで様々なエピソードを聞き出します。皆さん、気は楽な感じでかしこまらず普通に話していただければと思います。はい、はい、最初のトークテーマは撮影での忘れられない出来事。印象に残ってるシーンとかあったりします？あ、意外とここ面白かったかもなとか。白洲さんがやっぱり珍獣ハンターを発揮して本当に大変です。そうですよ、ね、すっごいんですよ顔がそれは絶対に笑わない三軒家ですが、撮影中笑いがこらえられなかったんです。その貴重な NG シーンがこちら。ごめんなさい、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 ごめんなさい。笑いすぎて涙まで出ちゃった北川さんでした。続いて、さまざまな物件が出てくるドラマにちなんで人気俳優の皆さんに聞きました。一人暮らしの思い出は。思い出とかあったりします？あの、大学で上京してきたんですけど、大学始めて2週間ぐらいはお弁当を作ってたんですよ。ちなみに今は今年2019年になってから毎日帰ったりやる。あの、結構タッパーに入れて冷蔵庫に保存してたりする。ちょっと私と同じじゃない、主婦みたいじゃない。チップにも対応しておりますので。だから